石川県をライバル視しつつも結局石川県が好きな富山県民の雰囲気。この浜辺美波ってあれ石川県出身らしいよ。マジ？石川県か、マジか、石川なんか。あと相撲の遠藤関来たら石川県出身らしいよ。え、そうなん？朝の山マジで勝って、遠藤戦だけは勝って、石川には勝ちたい。あ、そういえば来週温泉行ってくるわ。あ、どこ行くん？あ、香川。三河弁の友達と喋ってるときに常に違和感を感じる富山県民。うまいラーメン屋見つけたけど行く？うん、いいよ、行こう。ここうまいだら。うん、うまいね。そうだら。うん。また来たいだら。うん。ブラックラーメンの現状を県外の友達に話して少し暗くなる雰囲気。え、富山県民ってさ、みんなのラーメンってブラック好きなんやろ？いや、まあソウルフードではあるんやけど、大阪のたこ焼き的な立ち位置とは違って、まあ、地元民でも頻繁にブラック食べるって人結構少数派なんよね。あ、そうなんや。そうなんよ。